アメリカ人ちゃう？今日終わったら練習だよ、みんなで。あの走り込みね。できねえよ、ボロボロだよ。今日走り方可愛いじゃん。レースランニングだよ。レースランニングしますか？指導しますよ。走り方の。指導しますよ。指導も。指導取っちゃうかな。ワインと足りないのかな、ワインと。終わっちゃうかな、指導の。てくれる？八村氏より先に打つの。記念すべきバット。振り抜きやすくて、後からヘッド出てくるので、俺らのマルタをこう振るみたいな。小原さん。まっすぐ勝負だ。あ、坊ちゃん打ってけ、坊ちゃん。当たれ当たれ。あれ出てよ、トップ。お金でヒット買え。例のあれで。あ、どんどん回し込む、どんどんね。あ、トイプードル。よー、ナイカットは。いよいよ当たる当たる。ここでランナー出るの面白いよ。うちもトイプードル勝ってる。おしゃれですね。トイプードル。嘘。何センチ？何キロ？すごいちっちゃいじゃん。マジで？何キロ？ 2.5。ちっちゃいでも。まだ。オッケー。あれあれあれだ。止まった。あ、止まった。止まった止まった止まった。止まった。2キロすげえ小さい。止まった。この前してるのティーカップヌードル、ヌードルあるでしょ。ティーカップヌードルって。そうだよね。プードルね。なんか売店で見せてくださいって抱っこして落としちゃったって。そしたら骨折しちゃった、うんね、でどっちが悪いのって最後して店側が、まあ、そのちゃんと保険入ったりとか、そういう指導者みたいな話になったらしい。ひどいね、そんな店も。無理だよね。初めて持った人、このままって落としたよね。ね、でも一回落として骨折するっていう意味はどうかと思う。覚悟して買うしかないし。80万か100万ぐらいするの。この前だってあそこの埼玉の風と森って何だっけ、あそこなんか何豆芝130万だ。出た2桁。マシコマシコ130買うやついんのかよ。結構なこう見せてくださいスピッいじってる。おっしゃー、ありがとう。ありがとう。ありがとう。あるあるある。エラーしねえもんな。エラーしないね。いやいや、あれだよ、要するにうち練習してきたらダメなんだよ。うち安いよ。あ、回し込み回し込み。うち目の前に動物、そういう売り場ができちゃう。それで買っちゃう。貯金16万全部持ってきてるから、これで買ってって全然足んねえじゃねえか。サッカーやめないなっつって、うん、絶対やめないっつって、30万で1人5球とかで1割引きにしてもらったんだけど、それでも27万じゃん。
それがね、安く感じる。だって普通5、60万ぐらい売ってるんですよ。絶対うちのは怖い。いやうちはね。で今度バーベキューの時連れてくる。あ本当？じゃあ、星野も連れてきて。星野ね、バーベキュー部長だ。本当に？バーベキューやらした。それまでに星野が終了から。終了終了。わかりました。わかりました。わかりました。はい、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 
ちゃんとしたのお願いします。わかんないよ。今日もお父さん野球だよね。早く行きなよ。行かないでじゃなかった。行きなよ。おじいたち。お父さんバーミヤン。あ、小田君ボール。今週ずっとさ、ジムの改装工事で全然行けなくて、体だるくて、新宿の青山なんで、新宿行きゃいいんだよ。おーやっちー、はいバッチー、なんでよしかっちー、すんだよね、新宿なんだけど、すごいね。だってマラソンにさ、いい男いっぱいいるじゃん。あ、だってフィットネスクラブ行ってんでしょ。それも実際若い男はどっちおいアイマッチー、それだなアイマッチー。死なないよ。最後になっちゃう。かわいそうだよ。笑ったわ。いや、先立たれんのもさ。なかなか死なないじゃん。死なな、しかも公務員。安定。安定。今の時代安定供給だ。ただ若すぎる。早く年取ってくんないかな。いや若いのパワーあるよ。パワー。違う違う。まあいろいろなもんで。いろいろな前で。ジジイよりいいよ。かわいそうじゃん。だって どうだと女は分けるそうなってくるとほら科学に逃げていったじゃん。いや分かんないよ。結構ジジイよりいいよ。ルームではあんまり送ってたよね。いろいろ教えてあげる。私こんなの。手頃なとこですね。よかったな、一番。だから星人さん、本当いいやつ。なんで？バーベキューとかやる。
回やった時来なかったんでしょ。あの時もバーベキュー全部セッティングして冷凍保冷車で来て全部机からもう全部セットスープのタレまで用意して、バーベキュー大好きだよ。そこでだから頑張ったじゃなくて、あいつ頼むときはよろしくって言ったら全部やってくれた。椅子から何か豆なのリアカー前のだってなんか友達かなんかで、ね、なんか学園祭かなんかやるとき一人でピーマンとか全部刺して串に刺して前の日の晩ずっと仕込みしてさ本来の仕事はしてるよね、ちゃんとずーっとそれやってたよ、仕込みの晩絶対分かれないじゃん、結婚したら呼びますからね。行かねえよ、これ日曜日、お前のために潰してる。貴重な日曜日。なんでよ。娘の結婚式も行かないから。なんで、それ悲しくでしょ。ハワイに来てます。次の人。葬式やら何やら日曜日に入っちゃってできないよ、触れないもん、まあ、持ったことないもん。せっかくはやるべじゃん。持ったことないじゃん。持ったことないって、持ってみじゃん。持ったことない、持って持ったことねえつってな。だんだん、あんな速い球じゃなくて前から投げさせる。せっかく来たら来て、じゃねえよ、どんどんお腹ちっちゃくなってってるのが合うこと。女子、女子、女子、一応女子。あ、女子ね。いや、あーって言うとかあーつけたらダメだって。疲れてんじゃん。疲れてんの。おばるさん、この前来てたよ。これは二人は若い子で、彼女でしょ。こっちのももう一人、マネージャー？めっちゃ可愛いじゃん。ちょっとあんまり話しなかったけど、あんまり綺麗すぎちゃう。ちょっと待って。すげえ、すげえ話してる。下ネタも言えなかった。あれ答えなくちゃダメだよ。あんまり可愛すぎて。その誰この人なんで。そう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 、片付けしてるからさ、あ、いいいい、俺片付けるからっつって。絶対普段私だったらやっとけよお前。ほらほら、ひどい。うちの取材来て、えっマジで仕事やめて、それ試合で見せたよ。仕事までやめて。じゃあまた来るの。本当にすごくね。目輝いちゃった。アリーボスよね。あれね。あんまり、あんまり。あ、いい男いっぱいいるよ。若いの。若すぎる。あ、若すぎる。加賀君と同じぐらい。じゃあダメだ。そしたらその彼女たちも可愛いんだけど、娘に年が近いんだよ。ダメだ。もうダメだ。そうなってくる。ちょっと引くわ。私ぐらいがちょうどいいんだよ、やっぱ。引くわ。年齢聞くと。真ん中この後投げろよちゃんと、おい。真ん中がどこだ。誰が投げてんだお前。左バッターの方がいいよ。そこだよ絶好球は。ほんとあっきりうちな。ああいう球打ってくしかねえよな。打っちゃダメなんだよ今の。帰れ。こういうの欲しかったな、試合中に。
年寄りは結構話しかけやすいけど、若い人は結構ストイックになってるから、ちょっと声かけづらい。俺みたいな。俺誰とも口聞かない。本当に？インストラクターで話しかけてる。iPhone、iPhone、は？みたいな。外さない。外さない。でもそう。ベンチプレスとかやってると、なんか次いいですか？とか言ってるやつ。まだなんですか？みたいな言ってくるやつ。ずっと無視。そりゃそうだな。待っとけ。なんかすごく、あー？とか言って。いいですね。本日は、観光に来てご利用いただき、ありがとうございました。まもなく、突然切れ出したな。参りますので、なぜか、はい。トンボだと思って、忘れ物がないか。これじゃない。これはもう何も、なるべく何も、あらそういうこと好きじゃない。内容を、あんまひどいことを言うけど、大体15分の1時間はひたすら1時間以上かけて、しかも連続してずっとやってんだったら分かるよ。休んでどっか水飲みに行ってまたやってきて座ってやんのかなと思ってずっと鏡見てさ、早くやるよこの野郎って言うんですよ。いいですよ、いいですよ。なんだよおい、一回どけよって思うよ、ね、一回どけって言いたい。インターバル長い。水飲みに行っても携帯いじり出したろうね今。休憩しろ。トレーニングなってないぞと思うよね。そうそうそう。巻いちゃった。は、ほぼ行ったら、でもあんまなかなか最近行けないから、週3回ぐらい行ったら。嫁も夢、子供も、嫁も子供も行き始めた。すごいね。今年の2月、3月か。嫁は去年の夏だったし、子供ね、行ける時は。仲いい。仲いいじゃん。一人寂しいね。うん、それわかる気がする。誰かいるか楽しいでしょ。他人と口聞きたくない。結構身内だけで。伊藤さんとかみたいにね、社交的になれれば。羨ましい。はい、ラストバッターね。なんかちょっと面倒くさいときに。じゃあまた、挨拶して、じゃあまた、お疲れ様です。それでさ、先週どうでした？泣いたんですか？帰っちゃうの？あ、明日ダービーですか？ダービー、わかりました。何買うか。はい、了解です。お疲れ様です。先週、初めてですね。最近来てないですよ。うるせえな、もうストーカーかよ。奥さん何やってるの？スタジオ？一緒にトレーニングしてる。奥さんも？子供も走ってる。いや、なめちゃん、お駐車様。悪いもんやつ。当たるやつでお願いしますねって。もう疲れた、行きたくねえ。やだよ、絶対やめてね。筋肉痛とか。ちゃんと買うから。筋肉痛やらないと治らないから。ちゃんと買うから。トラストラにしてくださいね、本当に。トラストラ。男これ。男これね。ちゃんとだから。マイクチャーでお願いしますよ。もしかしたら俺電話すかも。俺も出さないな。じゃあ次は。じゃあお疲れ様。1時間20分。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお疲れ様。
いい反応だった。あれだね、練習もやらなくてダメなんだね。練習もよ。今結構白熱して練習だったじゃないの。早急に連絡して。お肉だったらさ、やっぱり。そう。要するに、その日打てなかった人を順天的にね、やって、そう、10分ぐらいでもやる。全然違うね。試合の後練習だったらいいと思う。こいちゃん、今日そういえばどこの番組や？あ、そこでもいいよ。そこ